がとうございます。はい、ありがとうございます。こんな感じで今年も、38回ぐらい、ね、ライブやってまいりました。来年も30回ぐらいライブやると思いますので、ぜひ、ね、応援よろしくお願いします。この時はありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね、やっぱりね。続きますからね、音楽が。分かってもらえるか、手応えがあるからね。すごく嬉しい。本当にありがとうございます。盛り上がりです。ね、盛り上げていただいて。G もおそらく大変喜んでると思う。なんか、今のセリフなんか家の前で言ってる感じ。藤里の会、じゃあアンコールの1曲目は、車の運転される方ね結構いらっしゃると思うんですけど、外苑から入って、三宅坂を食って一の橋、霞ヶ関を取って一の橋で浜崎橋にまで行くという、そういう歌でございます。その景色をね思い浮かべていただければと思います。浜崎橋という曲であります。
カズザヤさんはあの楽器フォーキッズというね、団体をねやってらっしゃいまして、それは何かというと、福島の震災で、楽器が流されてしまったあの小学校、中学校、高校に、主に管楽器を届けるという活動も5年以上ね、三味線も和太鼓も、ああそうなんですね、余ってるあの楽器があればね、はい、ぜひ和太さんにあげていただくと、漏れなく福島に届くという、東北一円、あそうですね、岩手の大槌都まで、そうですね、はい、今ね牡蠣が美味しいですぜひ行って食べてください。楽器持ってきながら食べられるんですか、それは。いや、食べればいいんですよ。あ、そうか。潜ってもいいですよ、知らないで。いや、まずちょっとさ、いや、それが寒いでしょ。ということで、そういうことをやってらっしゃるんですけど、僕らがファーストアルバムを作った時に、その1曲目が私の街っていう曲だったんです。それが、レコーディングをしたのが2010年で、さあ、CD 出そうかって最初詰めた時に、福島の震災が起きました。この歌をね、やっぱりね、福島に行ってね、歌いたいっていうのが僕らの、歌いたいんだったら行けよって世界なんですけど、行くよ行こう行きましょう、来年ね、行ってきますということを公言します。ということで、私のマシという曲を歌います。
Thank you.
めでとうございます。本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あとは一緒に飲んでください。